クリストファー・ポール・コルファーは、アメリカ合衆国出身の俳優、歌手、脚本家、作家である。米国フォックス放送で放送された t v ドラマ、グリー、グリーのカート・ハメル役で知られる。身長178センチメートル。グリー、グリーが、初めてのテレビ出演作である。もともとは、アーティ役でオーディションを受けたが、コルファーの個性を見込んだ制作サイドが、彼のために、 カートという役柄を新たに用意した。同役での演技が高く評価され、2011年の第68回ゴールデングローブ賞において最優秀女演団優勝を受賞した。同年に米国タイム誌の世界で最も影響力のある100人に選出される。カート役では2013年、2014年、2015年と3年連続でピープルズチョイスアワードの TV コメディ俳優賞を獲得するなど人気を博した。グリー、グリー出演中にディズニーチャンネルで放送されたドラマザ・リトル・レフト・オーバー・ウィッチの脚本も手掛けている。2012年公開のコメディ映画ストラック・バイ・ライトニングで主演と脚本を務め本格的なスクリーンデビューを飾った。また米出版社リトル・ブラウン・ブックスと2冊の小説を出版する契約を結び、 2012年夏に処女作となる児童向けファンタジー小説ザ・ランド・オブ・ストーリーズ・ザ・ウィッシング・スペルで小説家デビューした。2012年には続編となるザ・ランド・オブ・ストーリーズ・ザ・エンチャントレス・リターンズも出版し、共にニューヨーク・タイムズ誌のベストセラーにランクインしている。ザ・ランド・オブ・ストーリーズシリーズの第3弾と4弾は2014年と2015年に発売。 さらに、シリーズ1巻目にインスパイアされた絵本、ザ・カービィーツリーも出版も、イラストは、ブランドン・ドーマンが手掛けた、ザ・ランド・オブ・ストーリーズシリーズは、日本語訳が2018年7月より、発売予定。全6巻、第1巻の放題は、ザ・ランド・オブ・ストーリーズ願いを叶える呪文、同性愛者であることを公表しており、両親はそのことを受け入れている。土地柄などから、 学生時代はそのことを公言できずにいたが、学校では頻繁にいじめにあっていたとのことである。高校では弁論部に所属し、3度の優勝実績を持つ。最高学年時に、スウィーニー・トットの登場人物の性別を逆転させた、パロディ、シャーリー・トットの脚本と監督を務めた。t v g r o v e c o m 世界で最も影響力のある100人に、 グリーのクリス・コルファーらが選出。2011年4月22日閲覧。英語、ザ・リトル・リフトバー・ウィッチ・映画ドット・コム。グリー人気俳優、クリス・コルファー執筆の脚本が、ドラマ化。2011年4月23日閲覧。英語、ストラック・バイ・ライトニング英語、ザ・ラント・オブ・ストーリーズ・ハット・ TV ・ G ・ R ・ O ・ O ・ V ・ E ドット・コム。グリー・クリス・コルファーが小説家デビュー。 2011年6月9日閲覧。ハリウッドチャンネル。大人気ドラマ、クリーの若き才能、映画脚本に続き小説家デビューが決定。2011年6月12日閲覧。シネマトゥデイクリーのクリス・コルファー。子供向けの本を新たに3冊出版予定。2013年10月24日閲覧。ハンドラツー・コルファー。We Know You Are Gay。 ザ・アドボケート、h t t p コロンスラッシュスラッシュアドボケート .com スラッシュニューススラッシュデリーニュース2009-12-04ハンドラツーコルファーウィーノーヨーレケイ2009年12月4日閲覧ゴルトベルクレスリージャストワンオブザガイズアドボケート .com2011 年11月9日閲覧ソルトマンローラディッシュオブソルトフー エスザビッグ・ゲスト・ルーザーオン、クリーアクセス・ハリウッド、http w w w a c c e s s h a l y w o r d c o m dish of saltfuse the big ゲスト・ルーザー。オングリービデオ11525062009年12月6日、閲覧。クリーエス・クリス・コルファー・ノット・アウト・アフター・オール、ザ・ードボケート、ノーベンバー12009、英語、シャーリー・トット。ありがとうございます。